フランクウェールズは、アメリカ合衆国の弁護士、実業家。カリフォルニア州、コロナド生まれ。ポモナカレッジを卒業した後、オックスフォード大学で学士を取得、2年間の兵器の後、スタンフォードロースクールを卒業、弁護士になる。弁護士をしていた時に、クリント・イーストウッドと知り合い後まで交流を深めた。記入者に買収されたワーナーブラザースに勤め。 1969年から西海岸担当副社長1973年から社長1977年から退社する1982年まで副会長を務めた1984年ウォルトディズニーカンパニーの株主ロイ・ディズニーとスタンリー・ゴールドは社長兼 CEO ロナルド W ・ミラーを追放するためマイケル・アイズナーを会長兼 CEO ウェルズを社長兼 COO に迎え入れ、ウェルズはディズニーに入社した。ロイはアイズナーの性格に不安を感じていたが、大株主となったリックバスの承認とウェルズ自身が強く押したことで二等体制がスタートした。日本との関係では東京ディズニーシーのディズニー側責任者として交渉に臨んでいる。1991年9月5日、 オリエンタルランドの高橋正智会長との会談で、日本側より映画スタジオをテーマにした第2パーク計画の中止を正式に通知されると3年をかけたプロジェクトの変更に我々のやってきたことはシュフォスの意志に過ぎなかったのかと正直に感じている。冒険家としての顔も持ち、7大陸最高峰登頂を目標としていたが、エベレストのみ。 登頂の前日悪天候に見舞われ登頂はならなかった。彼の登山パートナーだったリックバスは1985年に7大陸最高峰登頂を果たしている。1986年にはこれらの冒険を衝突した著書セブンサマッツ・オーバスリックリジウェイトの教著で出版した。1994年4月3日。 ネバダ州のルビー山脈でのスキー旅行から帰宅途中、ヘリコプター墜落事故で死去。62歳没。没後ディズニーレジェンドが贈呈され、1994年6月15日に公開された映画ライオンキングは彼に捧げられた。カリフォルニア州バーバンクにあるウォルトディズニースタジオには彼の名を冠したビルが建設されている。ありがとうございます。